読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。バッターは2番に入っている丸サンチェス。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ちヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。クリーンアップが登場します。バッター中田ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャーサンチェス、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。バタファウル、送球がうまいキャッチャーですからランナーは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。さあ5球目は何か。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、ストレートわずかに外れてボール、3ボール2ストライク。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには4番友崎、2アウトになっています。初球は何から入ってくるか。初球時ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツチャンスになりました。2アウト2塁1塁。さあ、そして打席には佐藤が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。打った、伸びていく、入った、ホームらしいホームラン。ファウルになります。2球目打ちました。取った、ランナー出ました。ジャイアンツです。2アウトランナー1塁。バッターは DH ウィーラー。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち取ったが一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターはイチロー。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。さあ、まず1球目、初球ボール。外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。いいコースだったんですけどね。膝元変化球がわずかに外れています。ストライクです。3ボール2ストライクです。打ちました。ここはフライになっています。バッターは2番に入っている坂本。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。あっと、強い当たり取れない。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういった序盤でも差を詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですよね。高め際どいところ見送りましたが、ストライクです。振り遅れてますね。これは見送ってボール。次が5球目、インコース詰まりました。セカンドランナータッチアップ、タッチしてダブルプレイチェンジ。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは8番宮崎。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ、2球目は何か。引っ張った、取った、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている梅野。サンチェス、まずは先頭バッターを打ち取っています。ライト方向を流しました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター山田。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに切れていきます。ファウル。打ちました。切れました。ファウルボール。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。バッターボックスは2番丸。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思いますよ。初球打ち入りました。ホーム。いやか、インサイド落ちました。取ってスリーアウトです。ジャイアンツ最後の攻撃になります。岡本が打席に入ります。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回、ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を最初は変化球できました。次が2球目、高めちょっと外れたか。ボール先行です。さあ3球目は何か。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。バッターボックス阿部。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました。2球目打ちました。ヒットになった。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス松中。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここでジャイアンツダイソーを送ります。中村が初球、これは大きな変化球。得意のボールでストライクを取りました。膝元へ決まります。ノーボールツーストライク。次が3球目、際どいコースには投げ込んでいます。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。キャッチャーが落下点に入ります。バッターボックスには指名打者の佐野。ツーアウトになっています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり。初球打ち入った。ホーム。ジャイアンツ厳しいコースにまず投げ込んでいきました。2球目は何で来るか。高めに持ってきました。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライク。打ちました。取りました。これでスリーアウト。試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利。